皆さんこんにちは、銀シャゲです。今日もね、ミンサガリマスターで遊んでいきたいと思います。今日は店売り防具のおすすめを紹介していきたいと思います。巨人の村でしか売ってない商品は除いてあります。ではまず頭から紹介していきます。スローバーンで売っているスマートヘルムがおすすめとなります。次はコテですね。ミルザブールで売っているドミナントグラブがおすすめとなります。で、体防具はこちらもミルザブールで売っているフィールドアーマーがおすすめとなります。次は足防具ですね。ブルーエールで売っているレッグメイルがおすすめとなります。何かお探し？次は指輪です。クリスタルシティで売っているガーディアンリングがおすすめとなります。いらっしゃいませ。これはちょっと高いですけど結構いい性能ですのでおすすめとなります。次は盾ですね。アルツールで売っているタワーシールドをおすすめとしておきます。何かお探し？全部装備してみるとこんな感じになりますね。総額31,160金となります。ちょっと高いですね。補強もしてみたいと思います。いらっしゃいませ。補強素材もたくさんあるんですけど、今回はガーラル補強で補強してみます。またね、この鍛冶屋の動画も作ってみたいと思いますので、よろしければね、また見てください。で、全部装備するとこんな感じになります。ちょっとね、重量が増えてしまいましたね。では今回のまとめとなります。それぞれね、買ってみた防具をここに並べておきますので、皆さん参考にしてみてください。重量が増えてしまうとどんなことが起こるかと言いますと、バトルの行動順序が遅くなったり、連携の発生確率に影響が出ます。でもそんなに気にしなくてもいいとは思います。では本日の動画はここで終わりとなります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。